着物でお出かけ、全室スイートルームの夫婦日光。木々を感じるお部屋は広々としていて、贅沢な古いお屋敷みたい。お部屋にも温泉がついてる。日光東照宮にいる猫と猿も、木々に囲まれた回廊を抜け、暖炉のあるラウンジへ。なんとお酒が飲み放題。お楽しみの夕食は、プライバシーに配慮された空間で、器まで美しいお料理たち。ワインと日本酒のペアリングもあるよ。ホスピタリティあふれる素敵なおもてなし。温泉にはビールやアイスまで。朝ごはんも楽しく美味しい。お一人様にもおすすめな癒しのお宿でした。